エファ・マンリーは1930年から1940年代のアメリカ合衆国のニグロリーグの元球団経営者。1897年ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。夫、エイブ・マンリーと共にニューワーク・イーグルスの共同経営者として多数の名選手を輩出。2006年に女性として初めてアメリカ野球殿堂入りした。マンリー自身は 白人の父と母の間に生まれたが、兄弟の父親は皆黒人だった。フィラデルフィアの黒人住宅街で育ち、成人してからニューヨークで働いていたが、この時住んでいたのも黒人の多いハーレム地区だった。1930年代になって、ニューヨークヤンキースのワールドシリーズ感染の際、野球と爆死だったという夫エイブと知り合い、1935年に結婚。 ニグロリーグ球団経営の夢を持っていた夫は、この年ニューヨークにあったブルックリンイーグルスの所有者となる。チームは翌年ニューアークに移りニューアークイーグルスとなるが、夫はもっぱら地方を回って有能な選手の発掘に、勤め、球団経営の実験は妻のエファが握っていたそうである。当初、エファは特に気に入った若い選手の何人かと関係を持ち、 お気に入りの選手を見せたいがために、選手企業に時折口出しをしていたこともあったという。特に、エファが気に入っていた投手テリス・マクダフィーは、エファとの関係がもとで、ニューヨーク・ブラック・ヤンキースにトレードに出されてしまった。だが一方で、エファは選手たちが実力を出せるようにするための、環境づくりに奔走し、試合日程や、宿泊施設の調整、また移動の際には、 当時贅沢と言われていたエアコン付きのバスを手配するなど、いろいろなやりくりをしていたという。また1930年代、エファは黒人公民権のための様々な活動も行っていた。当時の全米有色人質工場協会のニューワーク支部に所属し、その活動の支援としてイーグルスのゲームを使ったりもしていたそうである。ニューワークイーグルスは、 その後1946年に当時無敵を誇ったカンザス式モナークスとのニグロワールドシリーズを接戦で制する。当時のイーグルスは後にメジャーリーグで活躍するラリー・ドビー、ドン・ニューカム、モンテ・アービンやレイ・ダンドリッジなどのスター選手たちを多く抱えていた。しかし同年、夫、エイブ・マンリーが他界する。メジャーリーグでは黒人選手のマイナー組織への受け入れが始まり、 メジャーリーグからのオファーも来るなど、1946年は、エファにとっての激動の始まりだったとも言える。エファは選手たちのメジャーリーグへの移籍に際し、選手の待遇を落とさないよう、ドジャーズのブランチリッキーやインディアンズのビルベックラとの交渉において、かなりやり合ったそうである。マンリーは1948年を最後に、イーグルスの経営から身を引き、1981年に、 ロサンゼルスで死去した。2006年にニグロリーグ特別委員会により、アメリカ野球殿堂入り。ありがとうございます。